民民主党、玉木雄一郎代表。次期臨時国会では、別の会派で臨む、ガネットではない。内容はこちら。国民民主党の玉木代表が野党会派から離脱すると正式に表明したようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。国民民主党の玉木雄一郎代表は23日、衆院で立憲民主党などと組んでいる野党会派から離脱すると正式表明した。次期臨時国会では別の会派で臨むと国会内で記者団に述べた。これは朗報ですね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。えらい。自民以外の選択肢として頑張ってほしいところ。やっとあの特定野党の政治から脱却するのですね。期待しています。次はこちら。反対一辺倒の共産系と距離を置くのは大賛成です。具体的な政策提案で存在感を示していってほしい。国民民主党は立憲民主党のような批判一辺倒の政党ではありませんからね。次はこちら。国民民主か立憲社民他かを選べって言われたら圧倒的国民民主かな。そうですね。逆に並べるのもかわいそうかも。最後はこちら。玉木さんはとてもまともな政治家。好感が持てる。自民党は行政改革を進めている。期待が持てる。立憲民主は使えないので全員辞任でいい。やはり打倒菅政権しか考えていない野党ではなく、政策重視で取り組む野党が日本には必要なのです。結論。立憲民主党を中心とした今の特定野党は政権を倒すことばかりに注力し、日本をより良くしようという姿勢が見られませんでした。それは今も続いています。しかしそんな野党会派から離脱を表明した国民民主党、まさに英断だと思います。これからは与党と政策論争を交わし、政策をより良いものに成熟させ、日本をより良い方向へ導いてください。よろしくお願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。